ですよ。皆さんこんにちは、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。昨日は中洲のリルドリームで稲葉さんとご一緒にステージやらせていただきました。改めて滝友春です。今日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。もう開演に先立ちまして素敵なお花を頂戴いたしました。厚く御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。私も持ってくればよかったっていう方がもしいらっしゃいましたら安心してください。お花になる手前のやつを白い紙に包んでそっと楽屋までお持ちいただけたら、ご予定の方いらっしゃいませんか。さあ一つ皆さんノリノリでいきましょう。イエーイ。俺のとっても好きな人がいる。小さな店のままで昼のマスターの女房、皮肉なもんだよね。男に愛されて、いい子になってゆく。そんなとがったいいガールでさて、愛せない。Goodbye, my lover, mama. Goodbye, yes, my lover, mama. もうちょっと早く当てたら、互いにもっと幸せだったかもね。道あたりの夜にちょっと生かしたい人がいる。バーボンがずっと飲んでペロリとしている意地、酔いに任せてさ、くどいてみるけれど、ダメだよこいつがね。そんなとかがいいね。他の男を愛せない。 Goodbye, my lover, mama. Good, good, goodbye, my lover, mama. もうちょっと早く当てたら、互いにもっと幸せだったかもね。下北沢に俺のとっても好きな人がいる。小さな店のままで家のマスターの女房、馬車道あたりの夜にちょっと生かしたい人がいる。バーボンでずっと飲んでペロリとしてありがとうございます。
くすみ、ここすごいね、電車の音が聞こえるライブハウス、中津プレイヤー楽器の、ここはアコプレイスというね、アコースティックプレイスっていう意味かな。はい、旅に行きたかったんだ。切れた。あ、今切れた。それは切れた。あれ、また切れた。いろいろと、不審。なんかいろいろ。先だって横浜、の横浜 FC というサッカーチームがありまして、大分には大分トリニータというのがありますよね。それであの横浜 FC の、 あの数が今まだね所属してますけど、その横浜 FC のサッカーの試合の前に、私はあの横浜 FC の応援歌をあのスタジアムに歌いに行きました。ざっと58万人ぐらいのお客様が58ってことはないね。まあざっと1万人ぐらいいらっしゃったと思いますよ。僕はその時に横浜 FC の応援歌をあの作詞作曲して行きました。対戦チームがトリニータ複雑。だけどもうほら、僕は中津20歳までで、あの向こう行っても二十歳まで行って、向こう移って、20年40年だ早いな。もうね、中津帰るたびに中津がよくわからないですよね。天神町歩いてもどこ歩いてもあのよくわからない。昔はこんなのなかったんで、ね、あの横浜スタジアム、横浜スタジアムじゃないや、三ツ沢の、おっぱま球場、おっぱまじゃない、おっぱま向こうだ、まあ横浜 FC の、 あのホームグラウンドがあって、そこで横浜のみんなってあの今日は FC の応援歌歌うぞって言ったら、うわーと盛り上がったんですよ。で向こうにあの大分トリニータの人たちが、あのファンの方がいっぱい見えてて、それでなんとなくこう気になっちゃって大分トリニータのファンの皆さんっつったらね、パチパチって拍手が起こったんですよ。実は俺は大分出身ですって言ったら、それまで静かだったスタジオ、うわーっと盛り上がりましたですね。すごい。そしたら先輩とかいう声が。じゃあ、 あのトリニータに心からエールを送ります、そして横浜 FC の大分聴いてくださいって言ったらね、もう大分のファンの皆さんも拍手してくれました。こんな歌を作りました。 Shining Road、 遥かに群れを離れて、ほとんど走る熱きその思いを突き上げた拳に込めて、立ち上がるのさ今を前は駆け抜けるため、傷つき苦しみ抜いた日々を誰よりも俺は知っていたさ、生き様決めたら今始まる Shiny Road。 Oh, Rolling Stone, You are the Rolling Stone。 遥かに群れを離れて、どこまでも走り続けろ。
優しさも誰もが知っていたさ。そんなお前を愛した少女もいただろう。立ち止まるな、振り向くな、恐れるな、どこまでも走り続けろ。求め続ける俺たちのシャイニングを湧き上げる歓声が包み込むよお前を。さあ抱き抱えよう、今この胸に、yeah. Oh, Rolling Stone, you are the Rolling Stone。 遥かに胸を離れて、 Oh, Rolling Stone, you are the Rolling Stone。どこまでも走り続けろ。 Oh, Rolling Stone, you are the Rolling Stone。 遥かに胸を離れて、走り続けろ。遥かに群れを離れて、内心はすごく複雑でしたけど、横浜 FC の、 なんでしょう、一番トップなんですけど、なんていうんですかね、佐藤栄治一番トップが佐藤栄治ですか。よくわからない。 CO とか C、 チェアマン、チェアマンは違いますよね。まあ要はだから早い話が、まあ一番偉い人なんですよね。まあ奥寺さんっていうのがいらっしゃって、で奥寺さんのが、まあ、滝さんめちゃくちゃいい曲や、ありがとうって言って、 CD にしましょうとかいう声が全然かかったかなって。すごくそれを私的には楽しみに待っとったんですけど、全然そういうなんか空気がないもんですから、ちょっと今正直戸惑っております。だからあるお客さんから、これ横浜 FC じゃなくて東京オリンピックがいいんじゃないかって話が、まあ奥寺さんが結局最後まで声かけてくれなかったら東京オリンピックにスイッチしようかなと思って。2曲オリジナルをお届けしました。この歌は僕の大好きな歌です。夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。あなたは私から遠く離れているけど、会いたくなったらまぶたを閉じる。
夢でもし会えたら、素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。薄紫色した深い眠りに落ち込み、私は駆け出してあなたを探してる。夢でもし会えたら、素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。春風そよそよ右の頬を撫で、あなたは私の求めかけてくる。夢でもしあげたら、素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。今も私枕抱えて眠っているの。もしも会えたなら、その時は力いっぱい私を抱きしめてね。夢でもし会えたら、素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。これは大竹栄一さんが作った歌で、大昔吉田美奈子さんという日本を代表するすごい素敵なシンガーがこの歌を歌って、その後ね、レッツ&スターがカバーして歌って大ヒットしたナンバーですけど、夢で会えたらお届けしました。昨日あのクロちゃんと一緒に、今日はクロのメンバーがあの総ざらい、総ざらいって言って、総ざらいじゃないよね、総勢。最近ね、あのいろんな失語症になっております、ね、言葉がね、わからないんですよね。あのどうしていいのか、だからそういう時はもうね、途中でやめることにしてる。だからあのもういいや。あのいろんなものが省略できるいい年代に入ってまいりました。本当ですよ。昔は好きな人に好きって言えなかったでしょ、若い頃。今好きでもない人にも好きって言いますよ。マックのドライブスルー、それからロイヤルホスト あのウェイトレスのお姉さんも、あ、君タイプですとか言って、あの決して私あの式まではございませんのでね、なんかただ普通にこう会話の中でこんにちはっていう感じで、ヤッホーって感じで言いますね。あの笑ってますけど、皆さんもすぐそういう時代来ます。月川君、君なんかすぐ来るから大丈夫だ。君のステージもみんな今日本当素敵なステージをね見せてもらいましたが、あの特にまたあなたのステージも面白かったね。あの、あなたの声が2つも3つも聞こえたりね、本当にそのテクニックが俺にあったらもうちょっと売れてたんじゃないかなと思うんですけど、すごい今最近ルーパーっていうのを使うのね、あのすごい素敵な手法ですけど、で、あの何が言いたかったと、クロちゃんにちょっと登場してほしいなと思って、クロちゃん一緒にやらないかなと思って、クロちゃんいる？クロちゃんいますか？
クレさん後でやろうなっつって、それだけで全然何の打ち合わせもできない。よっしゃ、じゃあクロちゃん登場の前に一曲。1980年にすごい素敵な出来事がありました。 The Best Ten。出たね、皆さんのおかげ。 Thank you。 君だけに生きてゆけたらどんなにかいいだろう。男は夢に追われる孤独なランナー。ふるさと心安らぐ香りを無理やり愛の目隠し孤独を俺の罪人。若さとは幸せを疑いながら生きること。追いかける夢がある限り今は遠い。ああいつもライバル同士さ。わん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 。君がもし妹だったらこの胸も痛まない。優しい奴に出会えて笑えて言えるのに。夢を食べて生きるさ。夢みたい奇跡を超えれば過去は皆蜃気楼を。若さとは魂が野生の歌を歌うこと。追いかける夢がある限り遠くの明日にかけるさ。若さとは幸せを疑いながら生きること。追いかける夢がある限り今は遠い。あいつもライバルも同士さ。わん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 。ありがとう。今日は皆さん、今回のこのツアー、まあ、今回ツアーで僕は中津来たんですけど、今日のこの、何しに来てるの？呼んだのさっきだけど。皆さん、黒田君です。年取ってくるとこうね、人をいじめたくなるんですよね。本当、特に私今孫が10人いまして、孫をどうしたいかというと噛みつくのが少し特にお尻に噛みつくのが私趣味でして。わかるでしょ。でも噛みつきたからできたらそのままで肉をぐちぎりたくなるぐらい
こう可愛くてね、だから今僕の顔を見ると孫がみんな逃げます。そんな逃げる孫を尻目に、あの長男に一人子供がいて、長女が5人産んだんですよ。しかもね、結婚式の時ね、パパ私子供5人産もうよって言ったら、本当に20代で全部5人産んだんですよ。それに影響されて、その下の次女が4人子供を産みまして、トータル10人、すごいでしょ。あの10人もできて大変楽しいんですけど、このツアーに出てくる途中で、その長女、5人いる長女が、パパちょっと話があるって言ったら、あんた6人目が、はっ。そしたら何か、孫は11人になるんかいって言ったら、はいって言ってましたね。皆さんのその最初の驚きもやがて同情へ今変わる今日この頃です。あのちょっと申し上げますが、同情するなら募金箱すぐ参りますのでよろしくお願いしたいと思います。クロちゃんと本当は滝さんやりたかったのに、やっちゃったごめんな。中南が全然動かないの、なんでだろう。電源入ってない。いや、さっき入れたんですけど、ね、さっき入れました。一番左ですよ。あ、入れましたね。ほら、ほら、また切れる。なんですかね。あ、いや、横浜で今パラダイスカフェという世界、日本が世界に誇るあの5だあのライブハウスの5本の指が、5本の指が口に入る店今やってます。だいぶ慣れてきました。皆さんあんまり僕の話真面目に聞かないでください。もうちょっと楽にしてくださいよ。今日はね、会場に皆さん御年言って申し訳ない86歳、黒田君のお母様も来てくださってます。お母様、もう昔から綺麗なお母様ですが、もう全然変わってない。本当にお母様ようこそです。まああのあっちがちょっときつらかったりね、こっちがつらかったりというのは、まあ、正直少しはあるかと思いますが、こうしてね、あの来てくださってもう本当嬉しいです。あのどうかこうなったら、あともう14年あの生きていただいてね、もう100歳をぜひもう迎えていただきたいなと本当思っております。あのお母様ありがとうございます。皆さんちょっとお母様に大きな激励の拍手を、健康でいてくださいよ。そうですよ、本当前に出てきてね、ご紹介したいところですけど、あんまり他にメイン取られてもね、こっちがメインですから、だんだんこう攻守交代になっちゃったんです。え、じゃ あ, あそれは上がらないよ、まあ、上に上がらない。もうこれで見えます。はい、僕とクロちゃんの共通してできる曲っつうと38曲あるけど、はい、これなんでどこ知る。え、こっち、ああ、ありますよ。ある、はい、あ、本当、はい、すみません、用意して待ってます。じゃあ返して。黒さん、ちょっと弾いて、ギター弾いて。はい、ありがとうございます。あ、いいですか。お、大丈夫。黒田君はあの寺町のあのサイ、サイレンジの、まあ、ご住職でもあり、それで僕の家は、その寺町の日町の T 字路になったあの中元町に僕はおったんですよ。それで中元町と寺町はもうすぐ隣同士で、それでサイレンジの、ご長女の晴美ちゃんがすごい綺麗な人で、お母様そっくりで、本当ですよ、そっくりですもんね。晴美ちゃんがちょっと憧れだったんですけど、
中元町の僕の住んでる隣にマリちゃんがいましてですね、このマリちゃんにもちょっと憧れを抱いておりまして、そういう幼少期を過ごしておりました。で、あの黒田君のことは全然眼中にございませんでした。あんまり意識してなかったですね。ふーんという感じだったですね。でもあの中津のフォーク畑という、まあ、あの高校を卒業する前後に、あの地元のミュージシャンとね、あの仲間と徒党を組んで、そういうフォークサークルを結成してみんなで頑張っとって、で、まあ、そんな連中がみんないなくなった後に、実は中津でそういう音楽 の炎を燃やし続けた人が、あの黒田君でした。僕が帰るたびにコンサートでいつも裏で支えてくれてました。もう本当にあの彼がいなくては、あの昨日の稲葉さんのコンサートも今日のこのライブもあの実現しなかったし、あの中津の音楽シーンもすごく冷え込んでただろうなと思います。改めてこの場を借りてちょっとお礼を言わせて、えらいの持ち上げられてどこに座ろうかなと立っておきます。そうですか、はい、そういうことでいいですか。あ、いいです、ありがとうございます。あの本当に黒田君ありがとうございます。いや皆さんノース FM ご存知ですよね、はい、黒ちゃんが番組やってます、はい、黒ちゃん全然光が当たらんな。いやいやいや、もううちの、あの影にいる方が落ち着くんで、はい、あのこんなに労を惜しまないでその動いてる男、僕はあんまり知りません。あの人と人との心をつなぐことができるとしたら、あ、クロちゃん来たようですが、ありがとうございます。ありがとうございます。非常に助かる。よっしゃ、じゃあ、あのすみません、話が長くなりましたが、昨日もクロちゃんと一緒にやらせてもらったんですけど、おそらくこの曲はクロちゃんの世代の方には全くタイムリーじゃないと思いますが。あ、そうですかね。そう、タイムリーだ。タイムリーだと思いますよ。あ、そう、はいはい。あれ、クロちゃん何年生まれなの。僕35年生まれです。あ、そうか。5つ違いです。なんかもう15ぐらい違うように見えるな。お父さんですかね、だったら。はい、全然違います。僕があなたのお父さんだ。じゃあ、あの人は僕の奥さん。86歳の奥さん。それは、あの、お母様には大変ご無礼ですけど、ちょっと勘弁して、みたいな。確かに、おっしゃるとおりです。リリーという、すごい素敵なシンガーがいました。リリーさんは、昨年の暮れやったかな。暮れですね。僕の横浜のパラダイスカフェにもよくしてくださったんですけど、クロちゃんとそのリリーのヒットナンバーを一曲お届けさせていただきたいなと思います。皆さんもサビはご存知でしょ。私は泣いています。よかったら一緒に歌ってください。できますか。はい、入るとき、はいって言ってた。そう、昨日僕思いました。はいって言って言わないと合わないんだな、ちょっと。いやいや、そんなことない。へぇ、へぇ、よろしくよろしくよ。皆さん、デビューよろしく。とても嫌なこと。
気づいたこともそんなところは直してみます。大好きで、で日本酒はほら糖が高いから、最近はあの焼酎に変えた。あ、そうですか。この話はどこ行くんだろう。なんかたくさんの健康問題に行きそうな。ああ、私ね、はい。私はですから、まあそれなりに。それなりに。みんなそれぞれ。ほら年齢が高くなれば高くなるほど一緒に高くなるものが数字がですね、まあ、血圧、ね、それから尿酸値ですかね、尿酸値、血糖値ね、血糖値、ですから皆さん気をつけてください。さらに最近だから僕ら横浜でグループ作ってるんですよ。チーム T というのを作るチーム T だから痛風糖尿あと胆石、透析これをチーム T と呼んでいますよ。かなり隠れチーム T が多いようですけど、そんな中で、あの、このたくさんの曲をなんか、いやいや、いずれもいいけど、じゃあそれ、なんか、何を今言ってるのか、どの曲でしょうか。もう、これですか。どれ？横浜を行く？いや横浜の歌どうかな、いい、いいです、すいません全く C ですかね、いいえ C ですかね、C ですかね、今初めてやってます、二人で。
金飲む酒悲しくて普通のグラスはブルースの色例えばブルースなんて聞きたい夜は横浜ホンケットンブルースヘミングウェイなんかにかぶれちゃってさフローズンダイキになんかで酔いしれてたあんた知らないそんな女横浜ホンケットンブルース飯を食うならパラダイスカフェなんて聞いたふうなこと抜かしてた甘い色の髪のさらって女さあの子横浜ホンケットンブルース Oh yeah あなたの影を探し求めて一人さまよったこの街角ホームクあたりの昔の話さ横浜ホンケットンブルースクロちゃん皆さん、ギターのクロちゃんに大きな拍手カバちゃん羽織ってホロホロとバボン片手に千鳥足ニューグランドホテルの明かりが滲むおいらおいらセンチメンタルホンケットンブルース、oh yeah、一人飲む酒わびしくてうつるグラスはブルースの色あんた知らない黄昏の横浜ホンケットンブルース、oh yeahあんた悲しい黄昏の横浜ホンケットンブルース Oh yeah あんた知らない黄昏の横浜ホンケットンブルースブルー皆さん、黒田君でした。大きな拍手もう一度お願いします。打ち合わせもうまくできてないのが気持ちよくやってくれました。いいよ、昨日打ち上げでクロちゃんがね、僕にこうたくさんお願いですから、お盆の時期 のライブのお手伝いは外してくださいって言ってます。勘弁してくれと、眼科周りで大変忙しい中、時間を割いてくれました。黒田義雄君でした。どうも、黒田君ありがとう。ゆっくりゆっくりおりください。ありがとうございます。
すごくライブハウスをやっていてすごく嬉しいのは、とてもすごい方々にご登場いただくことですが、上田正樹さんとの出会いからこの曲が生まれました。上田さんがボロさんを口説いてお二人で僕に作ってくれた曲があります。まさに結婚式の時はこうだったなって本当に思いました。それも私のじゃなくて娘の結婚式の時です。きっとお嬢さんをとバージンロードを歩かれたお父さんはきっと共感していただけるだろうなと思うけれど、一人目の長女の結婚式の時はもう泣けて泣けて本当にしょうがなかったです。もう娘と目を合わせるのが嫌で、歌を歌いながら、なんでも歌なんか引き受けちゃったんだろうと思いながら、もうあさっての方向向きながら歌ったのを覚えています。二人目の娘の時の結婚式の時は腹が立って腹が立って、なんでこいつにうちの娘やらなきゃいけないんだろう。だってあれですよ、うち帰ったら女房が今彼氏が来てるからどこにいる、娘の部屋に入ってる、そいつが出てきたのは2日後ですよ。この野郎でしょ、本当に。ちょっと言わせてもらっていいですか。この野郎バカ野郎ちょっとすっきりした。で、バージンロード歩きながら娘の手を彼の手にバトンタッチするときに、分かってんだろうな巻いたことのない舌を巻いて、言ったのを覚えてます。流れちゃうんだけど、なんか文句あるんですか。いやすいません、こっちの話申し訳ない。いやいや、タイミング良かったすいません。お前が、はい、出て行く朝、黄色い朝顔が少し濡れていて、路地から吹く風が心を揺らしていた。娘よありがとう、俺はちょっと寂しいけど、この涙は男の涙、語り尽くさぬ家族の物語。バージンロードも歩きながら、バージンロードも眺めながら、yeah, yeah. 昨日のような思い出、テレビを見ながら眠ったお前を、とはという愛を抱き、ただ見つめていた。娘よありがとう、俺はこの日の狂うことを知らないふりをしていた。語り尽くさぬ家族の物語。
特別な日々を過ごす娘と親父のぎこちなさが裸足で飛び出させてしまった夜を温め娘よありがとう明日からはこの思い出が俺の心を埋めてくれる語り尽くせぬ家族の物語無人ロードを歩きながら無人ロードを眺めながら Yeah, yeah Oh, oh. どうもありがとうございました。上田さんがこの曲ができた時にね、だけこんな詩じゃないんだ俺が求めていたのはって上田さんがボロさんにのことをちょっとこう僕に文句言ってたんですよ。でボロさんが滝さん俺が求めてたのはこんなメロディーじゃないんだって言われて二人の間に狭間の中であちらもこちらも私としては立てなければでもうそんな状況の中ででも出来上がって歌わせていただいたら上田さんもボロさんももうすごい納得してくださって滝さんいい曲になったなっつってもうお二人が作られたその曲をね、まあ、そんな風に言ってくださってもう本当一安心です。で今まで僕もいろんな CD もレコードも出させていただきましたけど今回この曲ができてこの CD を、改めてゆっくり聴いた時に俺が出した中でちょっとダントツにいい CD が出来上がったなと思ってこれは横浜の人だけにお分けするのはもったいない。中津の皆さん全人口全員に1人5枚ずつぐらいはということで今日はちょっとお持ちしてますけど、まあ、もし、ね、よかったらぜひ懐かしい君の名を呼べる春の嵐に舞い散る桜吹雪心乱るる触れ合う肩に頬染めし恥じらう君の手を取り手眺めせし里の花見よ時夢たちよ風たちよ夢はるか君を思う想いは巡る山国の川のほとりの若き君と青の空にいざ酔いの月
街を時を越え君を待つ寄り添う影二つ行方知らずの我が恋よ。もちろんですから西念寺のご住職でもありますが、クロちゃん本当ありがとうございました。それからチームクロの皆さんもね、今日は全員が揃って出てくれて本当嬉しかったです。それからマーブルのみっちゃんも本当はね、みっちゃんいますか、マーブルのみっちゃん、えみっちゃん、今日はみっちゃんね、ちょっと年の離れたお嬢さんを連れてもらう、どう、相当若いお嬢さんね、みっちゃん頑張ったな、お疲れでした、どうも、みっちゃんありがとうございました。それから、あの人もこの人も本当にありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。横浜ではだいたいいつも毎日スーツばっかりで、最近久しぶりにジーパンを履くようになりましてね、いやもう勘弁してくれとスーツでステージやるのはって言われて、周りの人から。ですからスーツで現場行ってジーパンに履き替える不思議な構図が最近
でそのうちなんかだんだん吐き慣れてきてね、なんかあこれもいいなと思って、なんか昔懐かしく、そして今日ここで若い皆さんのステージを聴かせていただきながら、ああ自分のアマチュア時代のことも、本当に僕はこの町に生まれ、この町で育ち、この町の人たちの後押しをいただいて、そうか、そして今もこうして62歳を今年になりましたけど、62歳を迎えてね、今なおこうしてまた皆さんの前で歌えることができて、本当に幸せだなと昨日つくづくそう思いました。今回は昨日ですが、稲葉さんをお連れしてご案内して中津まで来ました。また稲葉さんももちろんですが、それ以外の方々もチャンスがあったら皆さんお連れしたいなと思っています。皆さんどうぞお元気でまたお会いしましょうね。今日はどうも本当にありがとうございました。中山さんどうもありがとうございました。お世話になりました。悲しんでばかりもいられないよ、外へ出れば微笑みもいる、誰にでもあることじゃないか、早く自分に役立ててほしい。わかったような顔するわけじゃないけど、早く自分に役立ててほしい。あれほどつらかったことでも素敵な笑顔を見せたじゃないか。今の君の心はガラス張りのよう、涙の影一つでも見えてしまう。わかったような顔をするわけじゃないけど、早く自分に役立ててほしい。わかったような顔をするわけじゃないけど、早く自分に役立ててほしい。 Thank you! 虚しさの中でもこれから一人で立派に燃えてほしい。悲しんでばかりもいられないよ、外へ出るか微笑みもいる。わかったような顔をするわけじゃないけど、早く自分に役立ててほしい。わかったような顔をするわけじゃないけど、早く自分に役立ててほしい。わかったようなことを言うわけじゃないけど、孤独な石のぬくもりも感じてくれ。わかったような顔をするわけじゃないけど、早く自分に役立ててほしい。Thank you.
また会いましょう。アンコールは やりません。アンコールはやりません。アンコールはやらないってば。そう、どこもみんないつもアンコールはやらないよっていつも言ってるんですけど。そうです。なんか誰か電話。ごめんなさい。クロちゃんのお母さんです。大丈夫ですよ、お母さんも全然電話出てもう。え？スマホ。お孫さんから？スマホ。あ、スマホがね、スマホが悪い、お母さんが悪くない。黄昏の街、あなたと笑って始まったの夜、二人の肩に銀色の雨、あなたの唇濡れていただけ。傘もささずに僕たちは歩き続けた雨の中、あのネオンがぼやけてた。雨が止んでた黄昏の街、あなたの瞳潤む星影。お母さん。お母さんに拍手。